ニュース検索ニュース検索とウェブ検索ニュースを検索してみましょう Google トップ画面上の黒い帯からニュースを選んでクリックします ニュース画面が開きました。読みたい記事をクリックすると、リンク先に移動します。ここでは、Google からロイターに移動しました。特定のニュースを検索してみましょう。検索ボックスに、Google と 入力してみましょう。Google に関連したニュースのみが表示されます。ウェブ検索とは検索結果が違います。ニュースをカスタマイズする。さらに興味のあるニュースを探しやすくするために、一から 三のボタンをクリックしてカスタマイズしてみましょう。丸一では世界各国のニュースを選ぶことができます。丸二ではニュース画面を四つのスタイルから選べます。標準画面はモダンです。 丸三をクリックするとカスタマイズメニューが出てきます。社会、国際、スポーツなど7つの項目の重要度をプラス、マイナスで設定できます。丸四ではさらに好みの項目を追加することもできます。例えば天文学、サッカーなどといった カテゴリーも OK です。カスタマイズが完了したら保存しましょう。これで好みのニュースページができました。